んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは先延ばしをやめるです。あなたは先延ばし癖はありませんか？先延ばしをする人たちは子どもの頃からの癖ですね。夏休みの宿題をギリギリになってやるとか、そうやって何でも焦って最後にドタバタしてやります。ですからミスが多かったり、内容も大して良くなかったりしますよね。では長い夏休みの間に何をやってたんでしょうか？大概遊んでますよね。他の楽しいことに気が取られて、やるべきことが頭の中に入っていないわけです。そして最後になって思い出して慌ててやる。つまりこれは脳がまだ子供なんですね。もちろん多くの人はこういう癖を子供の時に持っていたけれども、大人になって治りますよね。それはやはりこれではいろいろ問題があるということに気がつくからです。ではこの人たちはなぜそれに気がつかないんでしょうか？というのは、ギリギリになってでも結局仕上げてしまう自分をちょっとかっこいいと思っているわけです。でも考えてみてください。1週間あって、その間に一つの仕事をギリギリになって仕上げるというよりも、1週間の中で一つの仕事を先にやってしまえば次の仕事が来ますから、同じ時間でたくさんの仕事を仕上げられるので、その方が絶対収入は上がりますよね。もちろんちゃんと見直しをする時間もありますから、そうすると仕上がりのレベルも上がり、自分の評価につながりますから、収入アップのチャンスです。ということで、先延ばし癖はやめた方がいいわけですね。今日はこれからこの先延ばし癖をやめる誘導瞑想をしましょう。いつものように6歳の自分をイメージして、その6歳のあなたのところに未来の大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。私が代わりに言いますので、目を閉じて聞いていてください。あなたはいつもやらなければならないことを先延ばしにしているよね。やらなきゃいけないって分かっているのに、ギリギリまでやろうとしないで遊んでいたりのんびりしていたりするよね。夏休みの宿題もいつもそうだったね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。あなたのせいで収入が上がらないんだよ。あなたはそれがどれだけ損かということを知らないんだよ。やるべきことを先延ばしにしていると、やらないでいる間遊んでいて楽しいように思えるけど、本当は罪悪感がたまるんだよ。心の中では本当はあれをやらなくちゃいけないって分かっているからね。そして時間ギリギリで仕上げて、自分ではかっこいいつもりだよね。だけど本当は内容はいい加減だし、間違いだらけだよね。それでいい評価が得られるわけない。もしそれを早くに済ませていたら、見直す時間もあるし、とても良いものができて評価は良くなる。そして時間が早く終わるから、その分次の仕事に取り掛かれて効率が良くなるよね。それを大人の今できていたら、収入はもっともっと上がっているんだよ。だから先延ばしはとても損なんだ。ギリギリにやる自分をかっこいいって思うのはやめなさい。それはとてもバカなことなんだよ。そんなことでスリルを味わってかっこいい自分だなんて思うのは本当にバカだよね。だから仕事が来たらさっさとやりなさい。すぐに手をつけなさい。できない、他のことをやりたいとうだうだ言うのはやめなさい。さっさと済ませれば次の仕事が得られて、同じ時間で2倍3倍の仕事が片付く。そしたら収入が上がるよ。ちゃんと見直しをする時間も
あるから質も上がるよね。仕事を終えたら罪悪感なしに自分の好きなことをしてもいい。だからさっさとやりなさい。すぐに取り掛かりなさい。最初から締め切りのつもりで全力でやりなさい。大丈夫、できるよ。そうやって仕事を終えた後はとてもすがすがしくて気持ちがいいよ。そしたら誇らしいよね。誰よりも早く正確に仕事を仕上げれば評価も上がるし収入も上がる。だからすぐに取り掛かろう。今すぐやろう。できるよ。大人の自分はちゃんとあなたを導くからね。頑張りなさい。